するしない？どうも、いなたいこです。シーズン2の MJ シリーズが終わりまして、今回のビンゴラインがなんと10ラインということで、かなりたくさんのグッズが皆さんにプレゼントされることになりました。おめでとうございます。クリアファイルだったり、ボールペンだったり、モバイルバッテリーだったり、結構いろいろ皆さんいいもの当たるんですけど、それだけじゃないのがこのねビンゴラインなんですけど、私にね iTunes カードが当たるチャンスがある。これ前のシーズンで見てくださった方はね存じてると思うんですけど、3ラインごとに私にもご褒美があるチャンスがなんですけど、それの説明をさせていただくと、見てください、最高位戦トランプ使いましてね、私のカード、あとねニーツ代表金子プロですね、あと土田プロのジョーカー3人がいて、3ビンゴの時はこの4枚をシャッフルして、私を引けたら iTunes カード5,000円で、6ビンゴの時は1個ジョーカーを減らして、1個ジョーカー減らして3人で私が引けたら5000円の iTunes っていう、その要は私のための動画ですねこれね、うん、で過去をたどりますと、2分1の勝負まで全部外したんですよ。前回 iTunes カードが4分の1、3分の1、2分の1っていう確率でもらえるのにもかかわらず、なんと日向彩子ゼロ円。あんだけ頑張ってビンゴしてみんなのためにやるよとか言ってたけど、心の中ではもう iTunes カード思ってたのに、自分がゼロという結果だったので、このシーズン2欲張ったからいけないんだと思うの。前回1万5000円分のカードもらって帰ろうと思ってたから、あれが邪念だったと思う。今回1万円目指して頑張りたいと思います。2回当てる、2回日向引けば1万円なんでね。で、このコアモテのダンディーなプロたちを引かずに、このね誰だかよく分かんない振り袖着た日向愛子引いて、私は今回このシーズン2をハッピーで皆さんと終えて、で10ラインなんで、もうたくさんのグッズが皆さんに配られますから、そちらも皆さんにゲットしてもらったらウィンウィンの関係ということでやりたいと思います。ではお願いします。よし、ではまず3ビンゴ目のところですね。4分の1で日向いきますよ。これが、はい土田プロこんにちは。麻雀の匠素敵でした。土田さん、いつも M リーグの解説も私聞いてましたし、すごい素敵な方でございます。いっぱいタイトルもあるし、ありがとうございました。いやもうね、いい、じゃあ分かった、邪念をもうちょっと減らそう。5000円でいい、アイコもう iTunes カード1枚でいい。結構ね、いろんな動画サイトに課金してるんですよ。あとジャンプ買ってるし毎月アイコだからもうお願い、もういい、5000円でもいいから、ま、次3分の1だからね。さすがにいけるでしょ。もういきます、じゃん。あー、金子さんこんにちは金子さんいつもティッシュ食べてて可愛いんですよね。いやー、 A リーグ始まりました、頑張ってください。でもう本当に金子さん強くてね、もうなんかもういつか一緒にお相手してほしいんですけど、今トランプでは出てきてほしくなかった。お帰りくださいもうなんでこんな引けないの。え、本当にこれ取り直ししたいぐらい。というわけで最後は2分1ですね。ニーツ代表と日向の2分1。わかんないよこんなの。いやもうちょっと、もう一回混ぜて。ちゃんと混ぜて。2枚を。ちゃんとやって。ほんとちゃんとやって。わかんないよ。これ透けないんだよ。いいトランプだから。
こっちにしよう。いきます、せーの。あー、いけた、やったやった、代表に会えなかった、残念だけど嬉しい、いけた、初めていけた。5000円のアンチョカードゲットしました、よかった。よかった、この動画ボツにしなくて。これで私にも今回来週5000円のご褒美があります。おめでとう、私、おめでとう、ひなた愛子。はあ、ハッピー、よかった。もういいや、他もう土田さんと金子さんだったけど、もう嬉しいや。というわけで今回は10ビンゴ、皆さんあのね、タオル3枚もあったね、このね表で見るとね。なんで皆さんぜひ素敵なグッズ、あのお手元に届きましたら大事に使ってあげてください。私もハッピーで今回のシーズン終われます。次回のシーズンはもっとね、iTunes、 いや皆さんのグッズが配られるように頑張りたいと思います。はい、動画ご視聴ありがとうございました。次回のシーズンもお楽しみに。バイバーイ。